はい、F スト古着チャンネル K 編集長です。今日は K 編集長コレクションということで、自分自身のコレクションをちょっと紹介していきたいと思います。今日はですね、自分の持ってる中でも結構お気に入りの、リバースウィーブのパーカーですね。個人的にあの古着にハマった一番最初の、まあ、きっかけがリバースウィーブなんで、まあ、リバースウィーブはかなり、若い頃からずっと好きで買ってきたんですけど、その中でも今でも多分 50着ぐらい持ってるんですけど、その中でも今でも一番気に入ってるのがこのオレンジのオハイオステートの、リバースウィーブパーカーになります。でこれですね、年代としては1980年ぐらい、青の単色タグがつくリバースウィーブパーカーになってます。チャンピオンのリバースウィーブって、あの年代によって付けられてるタグが違くて、タグで割と年代判別がしやすくなってるんですけど、で青の単色タグというのは1970年代の、まあ、最終盤から1980年代初頭まで使われた、タグになってまして、この頃は、単色タグでも全てのサイズがこの青の単色タグが使われてました。それまではね、結構あのサイズによって色分けされてたりとかしてたんですけども、でこの青の単色タグの後はトリコロールタグという1980年代に使われたタグに移行していきます。でこちらは1980年ぐらいに作られたその青の単色タグがつくリバースウィーパーカーなんですけども、この頃ってオレンジっていうカラーが見当たらないんですね。これ自分自身は過去にオハイオステートのオレンジのパーカーを2回見たことがあるんですけども、これ含め2回見たことがあるんですけども、長い僕の古着人生の中でもその2着しか見たことがなくて、でおそらくそのオハイオステートが別注したカラーかなと、思っています。でそれまではですね、1970年代のその単色タグがつく頃っていうのはボディのカラーに結構あのカラーの種類が限られてまして、きなりカラーとグレー、それからネイビーに赤、緑でエンジですかね、そのぐらいかな。で青の単色タグの頃になると黄色が出てくるんですけど、このオレンジっていうのはまあ80年代に入ってくるとまあ出てくるかなと思うんですけど、この青の単色タグがつくものというのは非常に貴重なものじゃないかなと思います。実際に購入した時も結構値段張ってたんで貴重なものかなと思います。でプリントはあのフロッキープリントといいまして、まあ、最近ではあまり見ないプリント手法になってまして、見た目がねあのこう光沢のない何ですかね、布感のあるプリントになっていて、これはこれでちょっとレトロな雰囲気が出るかなといった感じですね。でオレンジのカラーってすごいあの差し色に使いやすくて、まあ、個人的にもよくオレンジの服、オレンジの靴を買ったりとか、あとコーディネートに使ったりするんですけど、まあ、そういった意味ですごく使いやすくて、着る機会も多いリバースウィーブになりますね。特徴的なところとしてはそのリバースウィーブのダメなところもあってこのフードがあの当時 XS から XL まで同じサイズのフードをつけてたということで、非常にちっちゃくなってて、ここのかぶり口がすごいちっちゃいんですね。僕はあまり頭ちっちゃい方ではないんで、結構着るのに苦労すると着脱が結構大変ということでその辺がちょっとダメなところかなって感じです。あのリバースウィーブの特徴としてあの生地を横に使ってる、昔すごいあのいろんなところから洗濯したら生地が縮んだぞっていう苦情が殺到したらしくて、その対策としてこの本来縦に使う生地を横に使うことでこう縮みをなくしたというのがこのリバースウィーブの特徴になっているんですけども、これも、まあ、あのずっとリバースウィーブはそうなんですけども、これも、そういう形でこういうふうに横に、生地が使われてますね。あとはそうですね、あのリバースウィーブの特徴としてこのアームが太いっていうね、ここの袖口がすごく太くて、アームが太い、アームホールが太いってよく言うんですけども、これね非常にまあこうたっぷりと取られてて、一時期はこれがすごいあの敬遠されて着られてたんです。最近はこれがまた人気でね、80年代以降のリバースウィーブにもすごい注目が集まってるんですけど、これもあの1980年代のこの青の単色タグぐらい、その前ぐらいかな、赤の単色ぐらいタグぐらいからここが太くなり始めて、ずっとそれからはまあリバースウィーブといえばアームホールが太いというのがイメージだったんですけど、まあ、近年ジャストで着る流れが何年かあったんで、ここが細くなって、またそのリバースウィーブなのにここが細いみたいなのが最近は売られてたんですけども、1970年代以前は結構ここが細くなってて、最近の形に近いスウェットの形になってて、それはそれで当時すごく人気があって、まあ、1970
まあ、2000年代ぐらいですかね、2000年代ぐらいから2010年代の前半ぐらいまではここが細いということで、1970年代以前 の, あのリバーセーブがすごく人気があったんですけど、最近は結構80年代90年代のリバーセーブ注目されてますよね。結構ここがもともと太くて、まあ、他にない形になってるんでね、まあ、僕もこの結構大きくてダボッと切るのも好きなんで、80年代90年代のリバーセーブもいい柄、いいプリントのものとか見つけると結構買っちゃったりするんですけど、たまに見かけるここ切ってあるやつね、あれさっき言ったここが多分小さいんでアメリカ人が頭が通らないんでここ切ってたと思うんですよね。それはそれで意図的に切ってあるやつも結構あの普通に古着市場に出てきて、最近ちょっと見かけないですけども、それはそれでまあ、 あの雰囲気があっていいかなっていう人も多くて、あんまり切られてるからって言って根崩れしないっていうところがあのヴィンテージのリバースイーブの特徴かなと思います。あとそうですね、リバースイーブってやっぱりこの作りがすごくごつくてゴワゴワしてて、まあ、生地が分厚くて、タフに着てもなかなかあのよれたりしてこないんで、これも僕が買ってから10年ぐらい多分経つんですけど、それまでずっと何度も何度も着てますけど、まあ、あの全然へこたれることなく今でも現役で、着れてるんで、全くあのダメージもないですしね、非常に重宝しています。リバースイーブはあの丈夫なんでずっと持つんで、買うとどんどん溜まっていっちゃうという、そんなところもありますね。ということで、今日は、K 編集長コレクションということでリバースウィーブパーカーの紹介でした。はい、では今日は K 編集長コレクションということで、お気に入りのリバースウィーブパーカーを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。